皆さんこんにちは。発酵食大学のゆりやんです。このチャンネルは発酵食品を毎日楽しく取り入れるための情報を提供するチャンネルです。今日は旬のそら豆を使って豆板醤を作っていきたいと思います。私豆板醤作り初めてなんですけれども、ちょっとうまくできるかな心配なんですが、意外と簡単にできるので、チャレンジしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。材料は概要欄に記載してありますので、詳細はそちらを見てください。そら豆大きいですよね。こんなに大きいのに剥いたら2つぐらいしか入ってないんですよね。今回はスーパーで2パック買ったら12本ありました。ほら2つ、このふかふかのベッドがいいですね。はい、そら豆の剥いた時の正味の重さを測っておきます。それを元にして、塩の量などを決めていきます。今回は塩は 15% の、重さを入れております。乾燥麹はだいたいそら豆の 10% 程度、もう少しコクが欲しい方は 20% 入れても大丈夫だと思います。韓国唐辛子はそら豆の重さの 10% 入れました。茹でた後に皮がむきやすいように黒いところの反対側に包丁を入れておきます。ちょっとひと手間なんですが、やっておくと後が楽です。さあ蒸し器で蒸していきます。蒸し器がなければ茹でても大丈夫です。10分ほど蒸していきます。はい、蒸し上がりました。ようじを刺してスッと通れば完成です。柔らかめに蒸しておいてください。さあいきます。チュルン、あ、チュルン、あ、気持ちいい。このストレスなくつるんと剥けるのが気持ちいいですね。はい、少量なのでポリ袋に入れて潰していきます。柔らかく、蒸してあるので手で簡単に潰れます。瓶とかボールとか綿棒とかある方はそういうものを使ったら早いと思います。きれいに潰れました。このポリ袋の中に材料を入れていきます。全体によく混ぜていきます。そして思いつきで先日作った白味噌があったので、ちょっとこれ入れたら美味しいんじゃないかなと思いついて入れてみました。小さじ2杯ぐらい入れています。別になくても構いませんし、普通の麹味噌、米味噌を入れていただいてもいいと思います。蒸し汁を取っておいて、ここで硬さの調整をするのに入れていきます。大さじ2杯程度でいいと思います。
なければお水で調整してください。結構気持ちいい柔らかさです。はい、お味噌ぐらいの柔らかさに調整できたら、清潔な瓶の中に入れていきます。これ少しずつ、空気を抜くようにして入れていくのがいいと思います。私大胆に一気に入れちゃったんですけれども、結構隙間ができました。やっぱりお味噌を作る時と同じで、少しずつ隙間なく空気を入れないように丁寧に入れていってください。この隙間を埋めるのがなかなか大変でした。と最後に上からラップで隙間ができないようにギュッギュッと押さえておきました。ギリギリいっぱいまで、ちょうどいい瓶の大きさでした。 150ml ぐらいの瓶だったんですけれども、ちょうどぴったりでした。はい、これで、完成です。半年ぐらい寝かせておきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。